ね、あの予想したよりもちょっと強かったですね。で特に第4四半期の数字があの 6.5% でしたけども、はい、これは私は 6% ぐらいじゃないかと思っていましたので、かなり強かったという感じがしました。特にあの消費が順調に戻ってきているのが良かったなというふうに思いました。やはり何よりもあのコロナの、はい、新型コロナの感染をですね、徹底的に抑え込んだこと、これが、はい、あの中国の世界でもずば抜けて経済回復を成し遂げたあの大きな原因だと思います。であのその上でその中国政府があのいろいろな企業、これは国内企業も外国企業も含めて、非常に手厚いサポートをしてですね、あの企業の生産が回復しやすいような政策を打ってきたことに加えて、それからあの生活が困っている人たちに対するあのサポートもきちんと行ってきたと。中国の重要な国家目標はそういう経済の規模を示す数字ではなくて、経済社会の質の向上の方にあの重点を置く時代に入っていますので、その意味では、はい、あの以前ほどその数字の意味というのはあの中国にとっては大きくないんではないかなと。むしろこのそういう数字を気にせずにですね、あのきちっとその金融財政のリスクを防ぎ、そして貧富の格差を縮小し、環境を改善するという、中国として素晴らしいことだというふうに私自身は評価をしています。